たち父と母も喜んでくれてるんじゃないかなって思います。本当に今日はたまたま、ラジオの番組やらせていただいたね、 NHK の高田さんと同じプロデューサーの方も来てくださっていますけど、それから聞いていただいた皆様がぜひインサイムのリンゴ絵だけをちゃんと聞かせろなんかたくさん送りいただいたそうで、今日こんなにもこの年になってこんな素敵なまた大好きな人に来ていただいて、こんな素敵な、ショーをさせていただいて今日発売です。必ずお持ち帰りくださいませ、ちゃんと、順番に入っておりますので、でも今アンコールしていただいたので最後の最後に入っている曲を、歌わせていただきたいと思いますけど、ありがとうございます。これは君にうがなびらというタイトルなんですけれど、なんだそれはとね、いう方がいらっしゃると思うんですけれど、うがなびらというのは沖縄の言葉で慎んで申し上げますという、ご挨拶の言葉なんですね。はい、それで今日来てくださった、皆様、本当に大事な時間を割いてきてくださった素敵な皆さん、たくさんの幸せと幸運が訪れますようにお祈りして歌わせていただきたいと思います。ちょっと手のひらを出していただけますか。手のひらを出していると幸運がポーッと前降りて、捕まえないとダメですよ、ね、自分の胸の前でご自分の胸の前にね、こうやって手のひらで幸運を捕まえてください。私心を込めてお礼に歌いたいと思います。君にうがなびら。
CD のお持ち帰りを忘れないように、時間許す限りごゆっくりしていってください。私も皆様とお話ができたらいいなと思っています。今日は本当にありがとうございました。